みなさん、こんにちは。ミルクのお兄さんです。今回はミルクスプリングツアー2021エナジーご来場の皆さんへマナーとお願いがあります。まず、話をする前におなじみの仲間を呼びたいと思います。それではアヒルさん。はい、あ、出過ぎ出過ぎ。はい、ものすごい出た。アヒルさんね、こんにちは。なんか今日は意気込みありますか？頑張るよ。ありがとうございます。そしてウサギさん。ウサギです。そう、犬犬になってます。少年。少年。激シャバですね。次、カメさん。お願いします。あ、お願いします。大人見てますね。よろしくお願いします。そして、ハヤトさん。はい。なんかお久しぶりですね。お久しぶり。久しぶり。どうも、ハヤトです。どうも。急にチャラつきました。お願いします。ということでね、全員揃ったということで、はい、今回のライブはご来場の皆さんにも感染症対策をご協力いただきまして、一緒に対策をして公演を盛り上げていければと思っております。はい。ということで今回はですね、僕たちと5つのお約束をしてほしいです。約束なんてしたくないよ。ご来場前に体調管理はしっかりとお願いします。公演当日も無理をせず体調優先でお願いします。はい。そして、ご来場の前には3密の空間を避けてお越しください。列に並ぶ際はソーシャルディスタンスを意識して並んでください。そして並んでいる時も会話は控えください。はい。客室内に入って自分の席から離れて集まって会話はしないようにお願いします。またなるべく隣同士の会話もお控えくださいますよう協力をよろしくお願いします。会場内に入るときは検温、消毒、マスク着用のチェックをさせていただきます。特にマスクの方は常時着用をお願いします。はい。外されてる方がいたら、怖いスタッフさんが来ますので皆さん絶対に守ってください。はい。ちょっと待って、何やってんの？入れてくれて、普通にハンですね。バウバーしてるじゃないですか。分かりましたね。あと会場内は入り口以外でも消毒液を設置します。こまめに消毒、手洗いの方よろしくお願いします。消毒大好き。公演中は歓声、歌唱、コール、お客様同士での接触、タオルを振り回す行為は感染拡大のリスクが高いため禁止です。各公演の会場はですね、換気システムが作動しておりまして常時換気をしているんですけれども、声を出さないようにお願いいたします。はい。まあ、ペンライトを振ったりね、手拍子とか拍手とかのね、温かい声援をね、ここに込めていただいてしていただけたら、拍手多めにお願いします。はい、僕ら拍手好きなので。ちゃんと声出さないよ。また今回の公演は着席指定席以外の人は立って鑑賞しても大丈夫ですので、立って一緒に楽しんでくれると嬉しいです。はい。着席指定席の人はごめんなさい。座って僕たちの公演を楽しんでほしいなと思います。はい。なおペンライトはミルクの公式のみ OK となっております。公式以外のペンライトは使わないようにお願いいたします。あ、そうよ、やめてくださいよ。また蒸気行為を発見したらまた怖いスタッフさんが来ますので、皆さんちゃんと守ってくださいね。何言っちゃうぜ。僕のママが怒るよ。それ修造さんですけどね。あと公演中でもし具合が悪くなったらですね、無理をせず近くのスタッフさんに声をかけてください。その優しいスタッフさんが連れていきます。はい。そして最後5つ目、終演後混雑緩和のため規制退場をさせていただきます。公演が終了しましたら自分のお席に座ってお待ちください。スタッフさんが順番にご案内させていただきます。また会場出てからも会場付近にとどまらず、ソーシャルディスタンスを保って安全にご帰宅ください。以上、無事に公演が成功しますように、メンバー、スタッフ一同終わったんだよね。一度ね、感染症対策を十分にしてご来場の皆様をお迎えしておりますので、皆様も感染症対策のご協力を何卒よろしくお願いいたします。ルールちゃんと守るよ。ミルクスプリングツアー2021エナジーが皆さんにとって少しでも元気と笑顔がある、ね、空間になりますように、当日も会えることをお待ちしております。お願いします。はい。以上、ミルクと愉快な仲間たちからご来場の皆さんへのマナーとお願いでした。皆さん一緒に感染症対策をしながら楽しんでいきましょうということで、以上、僕たちはミルクでした。ミルクじゃないもんね。だってもう